皆さんこんにちは、清水中央でやっています、小山です。こんにちは。ここはどこですか？錦糸町です。はい、あ、書いてあった3丁目だった。はい、小山。はい、小山、錦糸町歴どのぐらいですか？合わせて。合わせてもう7年ぐらいだな。7年。そうってことはもう割と7年、8年ぐらいかもしれない。人生の4分の1ぐらいはもう、もちろんです、過ごしてるわけなんですけれども。そうそうそう。まあ、錦糸町って検索するとね、うん、まあそんなにいいことが出てこないと。嘘。ええ、嘘。なんか住みたくない街ランキングに載っていたりとか、うん、いやいやいや、それはもうあの上辺の情報ですよ。はいはいはい、住んでみればもうマジで神で、神ここ。はい、映画が2つあるよ。はい、1個でいいです。2つあるよ。映画は1個でいいです。そう、スターバー123も駅を囲まれてるんだ、スターバーが。1個でいいです。で、錦糸町なんですけども、はい、まあ、僕もね、ちょっと通ってはいますが、はい、まあ、まだ分かってないと。錦糸町の良さを。良さというか、まあ、あのね、嫌な面はちょいちょい見るんですけども。まずちょっとカメラそっちに。あれは、はい、どれですか？土日の朝、黒ギャルかギャルがあそこに座ってるんだよ。交差点？交差点のところとか、そういうね、はい、オリードのところとかね。はい、そう、並んでんね。足めちゃくちゃ長くて。錦糸町を教えてほしいんですよ。なるほど。今後住む人がね、もしかしたら、まあそうですね、見るかもしれないんで。錦糸町の宣伝大使なので僕は。はい、なぜ錦糸町がそんな風に言われてるのか。いやー、そこ俺ちょっとよくわかんないの。闇というか、はい、人間性があふれる街だと俺は思ってるんです。ほう。そう、人間のね、欲求を全て満たす街なんですよ。はいはいはい、フィギュア、付属、映画、はい、フィギュアはね、みんなじゃないですか。そう、やばない、はい、その3つだけですか？俺はその3つだけですけど。1年前、俺らちょっと先沼に住んでるんじゃん。うん、俺はたまに週末、錦糸町に出張するんじゃん。うん、出張するとき必ずそっちのホテルなんですよ。ちょっと、それを紹介してください。出張だけに来たんですよ、別にそんな変な目的じゃなくて、出張だけでちょっと来てる。はいはい、でもワンピース、これも錦糸町だけですか？いや、もちろんですよ。そうです。錦糸町だけしかないです。これ？そうです。激レアじゃん。激レア。買っといた方がいいよ。いや、大丈夫。ホテル使ってます。え、どこですか？リオ。リオ？そう。リオ使ったんですか？使いまで、もう使いまくってる。あ、そうなんだ。安いんですよ。いくら？2900円ぐらいです。何十分で？確かに1時間か2時間だっけ。そう、めちゃくちゃ安い。うん、フリータイムもっと安いんですよ。あ、フリー、そうなんですね。で、部屋のタイプとか分けてるんですね。はい、それいろんなホテルも一緒だけど、はい、ここダントツに使いやすい。はいはいはい。で、隣はサラですね。あ、サラですね。はい。サラはですね、お、すごいね、派手だね。サラはちょっと高めなんですよ。あ、そうなんだ。でも、こういうのはね、女を呼ぶときじゃなくて、はい、彼女できたら連れて行ったらいいんですよ。あ、サラ。ホちゃん、行ったことない。あ、行ったことない。高いから、彼女いないし。そう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 。だって、すごいね、なんか。そう、このいいところは、うん、中にコスチュームいっぱいある。そう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 。え、なんでそんな行ったことないのに分かるんですか？え、行ったことないのに分かるんですか？もちろんです、調べるんじゃん。ごめん、変なプレイしたい時とかね、はい、そういう、そう、なるほど。ルームとかちょっとね、はい、シチュエーションとかあるから。ああ、なるほど。え、これ本当に部屋があるってことかな？あ、もちろん買ってあるやつ。そうそうそう、教室とかね、電車とかね、痴漢プレイとかやりたい時はもうここだね。だからこれは彼女できたらここです。なるほど。で、彼女できなかったらもうこのこっちです。安いこと打ちっぱなしみたいな。そうそう、ちなみにすごいな。その中の、はい、301か201かどっか、エアコンがめちゃくちゃ臭い。そこはお気をつけくださいってことですね。じゃあここが基本的なもうホテル二大京都って感じなの？いや、そっちの方があれもっと。え、どっち？そっちはまだあれなの、そっちの奥。そう、奥というか渡ったところ。渡ったところからホテルから。あ、そうなんだ。これは2回くらいここを着ようと思ったけど、いつもね、予約満タン。安くて海があるやつです。うん、すごいね。そうです。こんな交差点の角にあるんだ。山だから。
なんかここもめっちゃいいよ。安くて、もう中にもう風情があるんですから。はいはいはい。まあ、おすすめはここですからね。あ、ここなんだ。ただ予約が取れないと。ああ、たまにね。俺いつも予約なしで、あっちこっち行くから。ああ。俺も。ここ何？あの、黄色い看板は何ですか？あれも、あれクラブ。ちょっと、潜入しましょうか。うんちうんちしてなさそうだな、錦糸町は。どういう何のクラブだろうね。クラブ AI AI しかないとこドゥンチドゥンチや。あ、ドゥンチドゥンチクラブ、うん、これ見たらドゥンチドゥンチ。知ってるんですか、ポンさん。クラブそんなクラブヘビーユーザーなんですか。これ見ただけでドゥンチやわって分かるぐらい。そんな、あ、こんなところに隠れてるんだ、錦糸町のクラブは。こっちは、はい、クロールって言うんですよ。クロール、クロール、ホテルクロール。まあ、去年俺はまだ錦糸町に住んでないんで、はい、でために出張に来るんで、はい、で早めの時とか、あの日本指名の子だったら絶対このホテル使えます、はい。あっちじゃないんですか。リオじゃないんですか。リオは塩対面の。こっちは本指名の。あ、そうなんですか。そう、使い分けてるから。なんか違いがあるんですか。こっちはね、まあ、ネタもちょっと張るんだけど、はい、フリータイムはね、安いんですよ。お、これ書いてありますね。そう、5000円くらいで部屋めちゃくちゃでかい。へぇ。そう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 。本指名はだいたい2時間でね、お願いしてここでちょっとやりまくってるんです。やりまくって。ロハンス俺も行ったことあるんですよ。え、ここは、お、ごめん、行ったことあるんですか。あるあるある。ここも結構高いですからね。へぇ、あ、本当だ。で、ここは休憩、受付も完全にAI だ、これ機械で全部できるから。なるほど。人合わなくていいです。そうそう、ここでめちゃくちゃ素晴らしい女性と出会ったんですね。はい。え、で、ここで会った後で、その後もちょっとこっち最近の子を出勤してないです。あ、はい、あ、そうなんですか。そうそうそう。うわ、めっちゃ色白くてさ、はい、もう最高ですよ。もうちょっとね、足がぽっちゃりしてるんだけど、はいはいはい、おっぱいもね、もう本物、もう、ビーチクがピンク。あ、ね、あ、そうなんですか。すげえですよ。ここも結構ね、ゴージャスなの。テレビめちゃくちゃでかい。70インチぐらいあるかもしれない。60は70、うちよりもう2倍ぐらいでかいです。それで映画見るんですか。いや、何も見ないです。これは僕初めてのラブホです。え、こう？ピュアアジア。これは。え、ピュアなアジア人だからってこと？そうそうそう。え、スナックズンコも行ってた。いや、そこは行ってねえよ。すごい、スナック。スナックタマちゃんとヒデの家もあるよ。どんだけなんだ。これは人生初めてのラブホです。はい、あ、人生初の？そう。ホテルピュアアジアン。そう。それなんでここにしたんですか？あの時は無料案内所行って、うん、でここ案内されたんですね。あ、そうなんだ。で、出てきたのは後ろ鬼とか乗ってるギャルでしたって。いいじゃん。そうそうそう。いいじゃん。ここは、あ、でも割とこれ安いよ、ここ、まあ、俺いつも C タイプ使ってるからさ。ああ、本当だ。え、24時間3時間か。いつでも C タイプで行くんですよ。で、たまにわざとさ、C タイプ空いてるのに、うん、ごめん、B タイプしかないっすって言う時もあるから。だから戦略なんだ。いや、普通に入ったら、はい、C タイプお願いしますって言わないと。うん、空いてる部屋ありますかって普通に B タイプ出すから。あ、なるほどね。そういう対策も知ってるんだ、もう。もちろんです。まあ、やっぱね、2、3回ぐらい。そんな来てねえじゃねえかよ。で、デュオ。はい、リオが予約取れないと、はいはい、取れない時は、はい、こっちに行きます。ここはここじゃない、ここは入った。ここペイペイ使います。ちょっとこれ多分めっちゃ高いから。ほら、違う。え、すげえ。これは女子会がやるところです。すごいな。これはこっち使います。え、ルポ3500円、安くね。国、なんかイタリア、これちょっとね、ヨーロッパっぽい、うん、中身、ね、国旗もそうだよね、あれ。そう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 、結構いいですよ。ドリンク1杯無料です。それドリンク大事なんですか。で、めちゃくちゃ部屋でかいです。へ、でちょっと残念なところは、はい、お風呂場、お風呂場というか
湯風景、いや湯浴槽、浴槽がちょっとね、あのたまに外れる時あるんですよ。狭いところとかでかいところあるから。あ、差があるんだ。そう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 。え、なんか G の文字がありますけど、ゴキブリのラブホーですここ、うん、ここはないですか、経験。いつもここで止まってるんだ。ルーポーで止まる。あ、なるほどね。もうポーさんの守備範囲外と。守備範囲外というか、ルーポーだいたい空いてるから、うん、そうか、遠いからってこと。そうそうそう、部屋が空いてるから、ずっとこうやって聞いてくるから。そうそうあ、じゃあここはもう未知の領域なんだ。そうそうそう。ここで座って、風の女性とかね、歩いたりとかして、はい、ここで、俺今日どういう店行くかって決めるんだよな。ここでスマホ見るの。そう、これでスマホ見ながらか、あの歩いてくる人を見て、今日行く店を決めるっていう。おー、そうそうそう、いいね。深夜ですか、ここ。そう、夕方6時ぐらい。あ、6、そう、ポーさんはその時間が多いの。俺は、昼間が多いんですね。え、2時、3時かな。なんで、なんでその時間なの。いや、そっちの方がいいんだよ。昼間風俗行けるのなんか幸せで。あ、夜はなんかね、なんかちょっと違うんだよな。違うんですか。そう、なんか違うんだよな。やっぱ昼、やっぱ昼ですね。え、じゃあ、え、それここに座るのも昼の時があったと思う。うん、いつも昼間ここで座る。じゃあ昼間ここで座ってスマホ見てる人がいたら、だいたいそういう人ってことでいいですか。財布を開いて、今日はどの国で行くか、はい、それどういう検索の仕方をするんですか。錦糸町風俗で出てくるんですね。その他にワードを入れたりすることとかはない。特にないですね。ランキングとかのそういうのあるんじゃないか、はい、店、うん、開いたのも何でもあるから。ヘビーユーザーからして、ランキングはやっぱ上であれば上の方がいい。いや、特に別にね、ランキングの入ってない店でもね、たまに出てくる女の子が結構クオリティ高くて、うん、びっくりするくらいですよ。それはどうやって見つけるんですか、ランキング。勇気。そのランキング以外のところに飛ばないといけないじゃないですか。ランキングの下にさ、あ、もうどんどん下の方がいいんだ。めちゃくちゃ下なの。そう、ポさん何順、価格順ですか、それともランキング。いや、俺は価格は見ないね。タイプ。価格とかじゃない。価格じゃない。価格は後からついてくるものってことですか。価格は後で考える。とりあえず見て、そうだな、あ、そうだ、こっちいいなって思って行くんだよね。なるほど。でも大体ちょっと決まってる店あるから。そう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 、最近はちょっと安定しつつあるからね。あ、もう、はここだったら外れないぞっていう。いや、本指名、もうできたからもう、もう冒険をやめたんですよ。あ、そうなんですか。もう、いや、だってあんだけ頑張ってきて、やっとね、絶対外れない人が見つけたんで。はい、そうそうそう、なので、もう大丈夫ですよ。それ、ポさんの本指名の条件は何なんですか。はい、なんだろうね、これ結構ちょっと本指名になった理由みたいな。まあ、まず感じやすい。相手が。そう。あ、でも、あ、そういうのもあるんだ。もちろんです。はいはい。感じやすいと話まずは合わないといけないんですね。話っていうのは例えば。なんかね、いっぱい笑ってくれたりとかして。はい。その話とかね、結構盛り上がる上手、まあなんか。トークうまい系。はいはいはい。そうそうそう。あとは軽く突っ込んでくれるとか。おう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 。そう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 。プラス感じやすい。これはなんか向こうがちょっと気持ちよくさせたいから、昇天させたいので、うん、サービス精神があるから。はいはいはい。その向こう行かないと俺もちょっとね、自分だけで行くのはちょっとあれだから。もう、なるほどね。レディーファーストなんで。じゃあポーさんはもう何か女性にしてほしいというよりは、そう、女性をもうむちゃくちゃにしたいんだ。そうです。
言い方がちょっと悪いやけど言い方はちょっとあの変態みたいな感じでめちゃくちゃ攻めるからこれは結婚前のことですからね、はい、あのもしあのそうあのこれはすすさんと出会う前の話ですから、はいはいはい、そうそう、まだ公開されやすいんでこういう話などあくまでも経験談です、はいはい、最近も絶対もうすすさん知り合ってからも一切も行ってないんです。あ、そうなんですか。そうです。じゃあそういう処理はどうしてるんですか。どういう処理ですか。え、溜まってるよ。はい、そうそう、あのどっかでちょっと話す時が来るからえ、どこに放とうとしてるんですか。知らない、ゴミ箱かなルックスとかよりも意外と内面を重視するってことですか。ルックスはね、ぶっちゃけ求めてもあの本当ね、あの求める人が来るわけないから。なるほど。じゃあ期待もしてないんだ。そんなに。そう、もう多分ある程度もう期待してないですよ。あ、そうなんだ。そうなので、あのもう、あ、この子スタイル良さそうだなって読んで来たら、うん、うわ顔も可愛いやん、うん、スタイルとか可愛くてよくてもね、心とか満たされない時あるじゃん。うん、でもあの子だったらもう全部あのクリアです。あ、じゃあそっちが坊さんにとっては大事なんだ。そう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 、単なる性的欲求を満たす場ではないと。もちろんです。俺はまあだからもう何回か言うんだよ、俺は心の穴を埋めるために通い続けてるんだから。お、最近はだって心の穴をちょっと埋めてるから、はい、もう通う必要なくなってんだよ。お、そう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 。じゃあもう今のところは行かなくていいと。今日行こうかないや、 やっぱこの道歩くとちょっとあのねちょっとしたくなるんだよな風俗はやっぱね、まあ自分の心のかけた何かを埋まる一ピースかな。